よりイメージングギャラリーグリーム第1回ネイチャーフォトコンテスト表彰式を始めたいと思います。今回のフォトコンテストには76名の応募がありました。データからすべて写真を印刷し、写真家瀬尾匠道を中心とした SEO のデザイナー、制作チーム、イメージングギャラリーグリームのスタッフなど数多くのメンバーで審査をさせていただきました。応募期間2ヶ月という短い中で5枚1組というとても難しい条件に挑戦し、通過された3名の美しい光の組作品と、審査の際にひときわ目を引いた7名を今回選ばせていただきました。それでは今回主催であります株式会社 SEO 代表取締役社長瀬尾正幸よりご挨拶をさせていただきます。それではよろしくお願いします。皆さんどうもこんにちは。足元が、悪い中、皆さんお集まりいただきました。本当にありがとうございます。まずは受賞したと思います。おめでとうございます。そしてまた協力ご協賛いただいた企業の方、団体の皆さん、本当にありがとうございます。まあ、今回ですね、このように初めてのコンテストを開かせていただいて、本当に、感謝しております。株式会社 SEO というのはですね、瀬尾匠道が所属しております会社ですね。まあ、どういう会社かと申し上げますとですね、38年前ですかね、からやっております広告ディスプレイの会社をやっております。まあ、内容としてはですね、商業施設百貨店をメインとしてですね、まあ、ディスプレイがですね、で、まあ、そのような中でですね、18年前ですかね、まあ、アート、クリエイティブ、まあ、写真ですね、そのような事業としてですね、まあ、立ち上げをしてきたという、まあ、そういう経緯がございます。瀬尾匠道がですね、私の会社に入りまして、それからまあ写真の方を目覚めましてやっています。でその中で、ね、本当に、私もまあ美術の方をやってましたので、このクリエイティブ、アート、そのようなものの本質的なところをもう一回見直す、本当にそういう機会となっています。今回初めてですから、まあ、準備もなかなか、ね、できない中で、本当に皆さん、たくさんの方が応募してくださって、本当に心から、ね、感謝しております。もう第2回、第3回と、もちろん続けていくつもりでありますので、でもうちょっとこう次からね、本当に準備をちゃんと整えて、もっとね、さらに良い、コンテストにね、作り上げていきたいと思いますので、引き続きね、皆さんのご協力のほど、ご参加の方をね、お願いしたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。審査委員長の瀬尾匠道先生より表彰状の授与をさせていただきます。改めまして、写真家の瀬尾匠道です。本日はお足元をありがとうお集まりいただきありがとうございます。受賞者の皆様、おめでとうございます。本当にこう素晴らしい作品たくさんこうね、このギャラリーに飾ることができ、そして今日この日を迎えることができたこのことを心から感謝いたします。まあ、今回のフォトコンテストはですね、まあ、この2ヶ月の期間、先ほど申し上げていたように、本当に短い期間の中で難しい、まあ、課題に挑戦していただいております。まあ、そういった中でですね、本当に素晴らしい、こういう美しい作品が揃っているんですけれども、最優秀賞のを受賞された佐々木さんが、まあ、ご遠方でちょっとお仕事の関係でお越しになれなかったんですけれども、まあ、こういった素晴らしい作品を、撮影し、応募していただきました。たくさんの作品はですね、まず、このコンテストのコンセプトとしてましては、5枚1組。5枚1組というのはですね、この1組を、まあ、このギャラリーに飾るということを前提に応募していただいているんですね。というのは、この5枚1組で小さな個展となるわけです。でそれは1つの小さな個展であって、これはバラバラで飾るわけではなく、1つずつがこう重なりがあって、まあ、こう世界観を作るわけですね。ですので、どれか1つが飛び抜けてよくても、ね、作品でこうバランスを崩してしまってしてもダメですし、全体のクオリティがもちろん落ちていても分かることはあります。すべての作品の要素がとてもうまく組み合わさっていて、世界観を構成している作品や、あとその、ね、76名という中で飛び抜けて美しい作品として選ばせていただきました。その中において、佐々木さんの作品はですね、すごいスタンダードな風景の作品なんですね。そのスタンダードさを追求し、そしてその美しさを本当にこう作品として昇華させている。で、何よりもこうですね、展示になった時に、パッと見て、そのコンセプトだったりとか、そういったものが説明なしにも分かるんですね。春夏秋冬、その季節でしっかりと揃えつつ、そして、それぞれのですね、
光の、まあ、この組み合わせ、今回はネイチャーと光なので、その光により重点的にこう作品性を置いたものを揃えていただいて、それぞれが邪魔し合わない光の繊細さから、まあ、その大きい光までをこう流れるように揃えている、もうすごい考えて構成されているなということと、またですね、一点一点のその作品性がとても高い、まあ、応募要項のところにですね、その光を追求し、そして作品性を探求されている方ということがあったんですけども、ここでその作品をいろんな場所で追求し、その光を探求して撮影しているということがよりわかる作品だなと。で、何よりこう飾った時にですね、目を引く作品、そういうのがすごいこう、まあ、一覧でこう皆さんの作品を見ている時と、あとデータ上で見ていて分かったので、で、それ実際にそのプリントをですね、持ってきてこうやって当てはめた時にですね、最終選考の時でも、やはりこう、見ていく中で光がとても美しい、そしてまとまっていて、しているなということで、選ばせていただきました。最優秀賞ですね。そして受賞者の皆様も、とても美しい作品を取られていますので、ちょうどですね、授与の際に、1名ずつご紹介させていただきたいと思います。それでは優秀賞、金塚健様、前にお願いします。金塚健さん、この度は、優秀賞ですね。おめでとうございます。とても光が美しいんですね。すべての構成でも美しいんですけれども、一点一点を見ている中でも、例えばこちらの作品でもシャドウの中のこのディティールだったりとか、ハイライトの出方、そして、こちらもそうですね、こう淡い中にある奥のつながりだったりとか、で、ですね、下のこのカモの作品は弊社でも今弊社の社員が皆さんこう書いていくんですね、誰の作品がやると、まあ、その中でもよりその票数が多かった作品が下のやはりこう鴨の作品、そして隅から隅まで光が美しい、そしてこういった決定的な瞬間をしっかりとこうアートとして美しく切り取っている、まあ、そういったものが、まあ、一つ一つ完成度として、できている、それをまとめてしっかりと一つのコンセプトでまとめられている、まあ、そういったところが評価として選ばせていただきました。金塚健様、あなたは第1回ネイチャーフォトコンテストにおいて当初の通り優秀な成績を収められましたので、これを賞します。はい、それではですね、優秀賞おめでとうございます。非常に光栄なことを思っています。改めてありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。鈴木さんの作品もですね、こちらですね、こちらの5点です。こういった深い森が作品ですごい難しいんですね。で、やはりこう構成としてにできてしまったりだとか、どうしてもこの表現に幅がなかなか出ないんですけれども、鈴木さんはですね、こういったブナの森の中で、こう雰囲気は似てはいるんですけれども、その中においてしっかりそれらを取り分けている。そこでですね、一点一点のクオリティも高く、そしてこう雲の巣に入っていたりとか、ワンポイントでこういったアクセントを入れることによって、よりその森の深みを出しているなと思いました。一点一点、そういった要所要所で美しいところがあるんですけれども、5枚一組として飾ったときにですね、それで没入感があるというところが大きいですね。同系統の作品もいくつかこう応募としてあったんですけれども、その中においても特にやはりこう美しく深みがあって、飾った際に、本当にそこに森の中に入っていけるような、そういった感覚になれるんですよ。またですね、この中盤で撮られているというのもですね、また、繊細な描写につながっているところもあると思いますし、あと、作品性としても、この画角、とても合っているなと思っているので、本当にいろんなその機材の選択から、撮影場所の選択、そしてそういった光の撮り方、すべてを見て、とても素晴らしいなと思っておりますので、今回選ばせていただきました。鈴木敦史様、優秀賞ですね、受賞おめでとうございます、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。選んでいただいてありがとうございます。森に入り始めたのや自然を撮り始めたの、実は瀬尾拓光先生の作品を見始めたところから、そこから少しずつのめり込んでいったところが大きいので、今回選んでいただいてとても嬉しく思います。また森の中で撮影していく中で、やっぱり変化というか、そういった力強いところから繊細なところまで
見るようにっていうのを心がけて撮っていたんですけど、そういったところを細かいところまで見ていただけたというところがすごく嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。その作品はですね、右の上の作品ですね、あちらの作品をこう並べて見ていたときにですね、こう心に余韻の残る作品だなと思って、こう初め初見の時からずっと気になっていた作品です。真ん中のですね、まず中央の木々がですね、右側が、こうアパケート、そして左側が緑系統で構成されていて、それはほぼシンメトリーのような形で構成されている。撮り方によってだいぶ印象の変わる場所だと思うんですけれども、それはですね、うまくこう切り取られている。特にはこの木々の浮かび上がり方だったりとか、その奥のですね、霧のグラデーション、そしてこう切れ間に少しだけこう奥のですね、森がこう見えるんですね。あとこの手前からの光のイメージだったりとか、そういったところもとてもこう心に入ってくる作品、余韻を残してくれる作品、見た方のなかなかこう忘れないような、そういったずっと残り続けるような美しい作品だなということは思いましたので、ね、この時選ばせていただきました。入江良平様、本当に入江さんおめでとうございます。もうそうですね、とても嬉しく思っております。また機会ありましたら第2回大前回全然全然チャレンジさせていただければと思っております。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。工藤さんの作品はですね、左の上の作品ですね、山の作品ですね、青森での作品ですかね、手前の、下の部分の木々ですねの繊細さから、ここ中間部に光が入って、そこから中間部からの光のグラデーション、そして 雲につながって、さらにこう少し濃くなって溶けていく。そして右半分がですね、こう光からこう影の部分にこうつながってくるんですけども、そういった光のつながり、そして繊細なディティールがとても美しく、描写をされているなというところと、あとの中心のあれ池ですかね。そうですね、池の映り込みだったりとか、そういうところの、ね、バランスですね、そういったところもとても美しくて、なので私としてはやはりこの光のバランスですね、とても印象的で美しいということで、選ばせていただきました。工藤隼人様、入場させていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。この度はこのような素敵な入賞させていただき、大変ありがたく思っております。実は、コンテストに応募するのはこれが初めてでして、普段は山に登ったりして、その山が好きすぎて山小屋のスタッフになったりとか、エベレストベースキャンプまで賞を運んだりとか、好き勝手しておりますが、こんな素敵な賞をいただいて大変光栄に思います。ありがとうございました。ありがとうございます。本間さん、おめでとうございます。まずですね、大間さんの作品をパッと見たときインパクトが強かったんですね。こうパッと見たときのその立体感だったりとか、そういったものがまず印象でした。近づいて見てみると、中心の木がですね、実は1本ではなくて倒れ込んでいる後ろの木と、あと、中心のちょっとバオバブじゃないんですけど、そんなイメージのちょっとね、変わった形の木で構成されていて、こうパッと見た時のインパクトが強い、立体的で光の使い方がとても美しい。構図としては手前の影の部分から、そこから視線が抜けていって、木の先のススキから、その先の山でしたっけの方まで、ね、目線がパッといくんですよ。なので、こう呼吸器官と、そして、構図の下から上までですね、影と光でこう構成されていて、縦とその呼吸器の、立体感がとても出ている。一枚の中でいろんな楽しみ方ができる作品だなと思いました。全体の構成がとても美しい、そしてインパクトのある作品だったので、選ばせていただきました。はい、おめでとうございます。記念すべき第1回の、賞をいただけたということで、本当に嬉しく思っております。今回5枚1組の組写真ということで、すごく組むのが難しかったんですが、これから先2回3回とあれば次の課題も見えてきたかなと思っておりますので、これからも写真に励んでいきたいと思っております。今回はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。この度はおめでとうございます。
ですね、ペイさんは中心の上の作品ですね。ひっつき虫の作品です。ああいった小さい素材ですね。で、線と、まあ、こう塊だけで構成されているものって、取るのが難しいんですよ。で、作品、あちらの作品は、光と、その右下のボケと手前の、まあ、その塊だけで構成されているんですね。で、その中において、その立体感だったりとか、空間、そして光がとても美しい。なので、実は結構難しい構成をしているなと思いました。あとですね、右下の部分のボケの塊があるんですけれども、そこはですね、切れてないんですね。まあ、右と下の部分もですね、ところに空間が空いてまして、でもそういった細かいところまでしっかり目をこう通して、空間を美しく作り込んでいる。で、上のですね、塊のところも切れてないんですね。なので、そういったところまでしっかりと繊細に切り取ることができる方なんだなということを思いまして、あ、素晴らしい作品だということを選ばせていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。普段身近になるものをテーマに撮っておりまして、まあ、今回撮影したものも駅からするの河川敷で撮影しました。皆さん素晴らしい作品が多いので、まあ、自分もこれから精進してまいりたいと思います。本日ありがとうございました。ですね、渡辺凛太郎さんの作品はですね、ギャラリーに入って一番最初にこうパッと目に入るところに飾ってある作品なんですけども、あちらの作品はですね、画角があの作品にとって一番いい画角にトリミングされているんですが、ね、なので他の作品よりもちょっと細長くなっています。結構作品の見せ方っていうのがとても大事で、他の作品もそうだったんですけども、やはりこのご自身の見せ方というところをしっかりと追求されているのというところと、あとあちらの作品がですね、まずグラフィック的にとてもかっこいい、ね、美しいなと、でとても洗練されていて、こうパッと見た時にもやはりこうですね、デザイン的にも素晴らしい作品だなというのと、やはりこう写真も一つのアートであって、そこにデザイン性だったりとか、そういったアート性があることによって、その作品の、ね、見え方ってだいぶ変わってくるので、とても素晴らしいなと思ったのと、パッと見たときには、上下の光輪が美しく見えて、中心が暗くなっていることで、全体がモノクローム調なんですけれども、なんとか青が入ったりで、美しい。で、近づいてみることによって、向かいの木が映り込んでいって、よりその、ね、作品性として深くなったり、まあ、そういったところはとても評価できるなと思って、将来性もそう見える作品だなと思い選ばせていただきました。賞、はい、おめでとうございます。普段は大学生やってるんですけれども、そこにある写真も大学の友人たちと長野に旅行行った際に撮影した、思い出深い写真です。で、その上の写真が瀬尾先生が評価していただいたことが本当に光栄に存じます。改めまして今回は、ネイチャーフォトコンテスト主催開催していただきありがとうございました。おめでとうございます。もう2名、飯田直樹様と渡辺亮太様がいらっしゃいますが、本日はご欠席となっております。そしてこの受賞者の皆様には、受賞者作品展として3月26日まで、このイメージングギャラリーグリームにて作品を展示、そして展示が終わりましたらそのまま作品をプレゼントさせていただきます。数多くのご提供をいただきました、その素敵な商品を抽選形式にてプレゼントをしたいと思います。受賞者の皆様のネームタグの裏に小さい紙が入っていると思うんです。その紙は今からこの抽選箱に入れてください。抽選方法だけ説明させていただきます。今から一つずつ商品をご紹介させていただきます。その後に抽選箱から、1枚くじを引きまして、はい、そこに名前があった方にその商品をプレゼントという形になります。はい、じゃあ早速いきます。コーヒーを消すために目の前に、はい、こちらのカバンは横浜ならではのハンプ生地を使用したアリエーターキットバッグです。今回驚いたのは大学生の方はじめ、非常に皆さん若い方が多いので、うん、おそらくここにいらしてる写真業界の方にとっては明るい未来がまさに光と差している感じで、まあ、非常に良かったなと思うと、鈴木のジムインの販売店で、別にカバンのメーカーではないんですけど、またまたこういう横浜ハンプさんというカバンの知り合いになって、ちゃんとした継続的な商品として作りたかったのと、まあ、長く愛着湧くくらいのカバンが作りたかったので、緊張しますね。
飯田様、本日は入らっしゃいます。本日お送りします。本日はお送りさせていただきます。はい、渡辺様、渡辺様は渡辺凛太郎さんですね、こちらは。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ウエスタンデスタル合同会社サンディスク様よりサンディスクポータブル SSD480GB をご提供いただきました。高速でデータも保存できるため写真家の間でも話題となっているポータブル SSD です。こちら1名様、こちらは瀬尾先生、聞いてください。はい、お願いします。モンマさん、はい、はい、先生まで座ってください。ありがとうございます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 。仕事から多くの写真見させていただくんですけれども、今回の写真は非常にハイレベルでびっくりしました。V7 では全く新しい PL フィルターの脱着方法で素早く確実に脱着ができるクイックマウントシステムにより、わずか5度の回転で一瞬で装着ができるという。1個あったら、やっぱりね、ぬくいさんですね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。こちら単焦点またはズームレンズに取り付けることで最短撮影距離を短くし、細部における色のにじみを抑え、マクロ撮影が可能です。全然普通のカメラで、ヨウタ様ですね、本日のご欠席ですので、本日送らせていただきます。白馬写真産業株式会社様よりラグゼフィールドロールトップバックパック20、こちらのカメラバッグご提供させていただきました。こちらは強度、軽さ、防水性を備えた高機能素材を採用するカメラバッグシリーズです。では瀬尾先生、はい、お願いします。させていただきます。させていただきます。はい、あ、佐々木さんですね。こちらは最優秀賞佐々木さんに、本日、はい、させていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。株式会社マルベニフットウェアメレル様より瀬尾先生も愛用しておりますモアブ3をご提供いただきました。こちらは当選した方の足のサイズを伺ってからのお渡しとなっております。瀬尾先生は社に文化人として初の公式アンバサダーに昨年就任いたしました。瀬尾先生曰くモアブ3は森の中を動き回り撮影に集中するために必要不可欠です。とにかく履きやすいです、はい、とのことです。すごい履きやすいです、まあ、初めて瀬尾先生 の写真を拝見した時すごい感動を覚えたことを覚えています。商品のことはですね、今すごく詳しくご説明いただいたんで聞く方が緊張する。工藤様おめでとうございます。皆様おめでとうございます。先ほどありがとうございました。それでは工藤さん、ね、作っていただきますので、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗なものを見て美しいなと思えることですとか、それを人に伝えたいなと思うこととか、これもやっぱり人間が進化した上で身についてきた非常に大事なものだなと思ってまして、ネイチャーっていう写真の分野はまさにそういったものを感じやすいというか、 UD9×21 これ結構目立つバイカーなんで、はい、羽根さん、はい、では、ありがとうございます。ちょうど顔と、あ、本日ですか。ありがとうございます。おめでとうございます。4×20 です。中央から左右に2つに分離でき、それぞれを単眼鏡としてお使いいただくことができます。また縦につないで16倍の単眼鏡としてお使いいただくこともできます。あと入江様、おめでとうございます。おめでとうございます。VM6×21、 こちらは片手で握ったままピントを合わせることができる高性能な小型軽量の単眼鏡です。こちらは最後の一人となりますが、宮田様、抽選箱からお願いいたします。お願いします。夏休み自由研究、家族にも喜ばれる仕様かなと思います。これで、これつけると、はい、スマホで、そうです、ね、研究を撮影ができるんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。プロラボホワイトアース様から最優秀賞の全サイズのこちら銀円プリントと、有限会社イマジンアートプランニング様からはオリジナルの木製額をご提供いただきました。まあ、これからもさらにこちらのコンテストを、続けていきたいと思っておりますので、ぜひ皆様続けての、応募をぜひ、お願いいたします。この度は素晴らしい作品を
数々ありがとうございます。またこの後は18時まで当ギャラリーを体感しておりますので、こちらのテーブルの上に飲み物とお菓子もご用意しますので、作品をご覧になりながらご自由にお召し上がりください。お時間の許す限りご歓談いただけましたらと思います。受賞者の皆様とご協力くださっている皆様で、今からの集合写真を、あ、そうですね、はい、最後に撮りたいと思うんですけれども、これは瀬尾先生に撮っていただくでいいですか。はい、撮りますよ。はい、はい、チーズ。Thank you.